私たちはオンライン RPG を通じて出会った交際3年年の差遠距離カップルです。このチャンネルでは日本全国47都道府県制覇を目指し旅する2人が観光名所、グルメ、宿泊施設など幅広くその魅力を紹介していきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ人力車、はい、乗ることになりました。人力車よろしくお願いします。じゃあ、はい、お世話になります。よろしくお願いします。お願いします。こちらからおお。わあ、初めてだわ、乗るの。私も乗るの初めて。お待ちください。じゃあ早速ゆっくり一段ずつ上がっていただいて、こちらに座ってください。はい、ありがとうございます。おお。じゃあこれ、ここから失礼します。はい、入れておきます。はい、よいしょ。はい、足元に。あ、はい、すいません。はい、行きます。じゃあこれから初めての人力車体験。はい、鎌倉でします。わあ。清水優さん。清水さん、ゆうちゃんでいいですもん。ゆうちゃん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では参りたいと思います。はい、いざ鎌倉。うわ、出発。おお。すごい不思議な感覚。ね。おお。わあ、すごい。わあ。おお。高い。視点が高い。視点が高い。すごい。わあ。ここから大通り。はい、わあ、すごい。すごいね、こんなとここう人力車で走るなんて。すごい。なく見てない。おお。わあ。すごい。すごい。ちゃんとあの法定速度は。練習していくので安心してください。今北条政子の安産祈願のために作らせた。そうみたいですね。めちゃめちゃ綺麗でしたね、段かずら。あ、綺麗でした？はい、綺麗でした。あ、駅の方から。はい、駅の方からあそこ通って。直線に。はい。わー。すごいところ。ここから裏道。はい、すいません。静かな、うんうん、波仕込みですね。ちなみに人力車何年ぐらいやられてるんですか？人力車、僕は8年目です。おお、すごい、ベテラン。あと50年はやらない。こちら東の鳥居ですね。へー、鶴岡八幡宮。いいんじゃない？東側。これまで入るんです。まあ、でこの一直線の道、あのお祭りの時、やぶさめという行事が行われるんです。おお、あ、ここですか？ここでやるんだ。ここでやります。え、そうなんですね。まさにこの真ん中、馬が駆け巡って、あの要は脇にあの的が置いてあるんで、はい、それをこう弓で撃ち抜いていくと。おお。あ、ここでやってるんだ。知らなかった。もしじゃあこの機会が、タイミングが合えば。うんうん。ですね、生で見たいですね。春のお祭りと秋のあの、それが勝ち幕で一番大きいお祭り、あの例大祭が9月にあるんですけど、はい、その時でその今の道、馬が走る道、はい、道のことをダチって言うんですね。ダチ、ダチ、ダチ、ダリルレロのダで、あ、ラチってとの地でラチ。ほうほう。でそのラチになんか人がいたり物があったりして、はい、馬が進めない時があるんですよ。はい、ね、その時の状況を表す言葉、はい、今でも使う言葉として、ほう、
あるんですけど、うん、ラチが開かないってこと。あ、ありがとうございます。すごいね。すぐ分かった。イエーイ。はい、来ました、また。ちょっと雰囲気がありまして。はい、ですね。こちらがですね、立派な木が植えられてますよね。はい、道なりに。はい。これ、何の木だと思いますか？桜じゃないですか、これ。です桜ですよね、うん、ありがとうございます、はい、ソメイヨシノです。ソメイヨシノ、ソメイヨシノで、どれもこれ立派にも大きく育ってるんで、はい、うん、では春、桜の時期になると、うん、すごいことになります。うわすごそうだよね。桜のトンネルです。はえ、春に行きたい。これはね、自信持って本当にお勧めします。春に来たい。春。また9月だから。はい。春。桜の時期に。桜大好きなんですよ。桜大好き。ああ、じゃあもう来てください。はい。こっちも。こっちも。わあ。おお、すごい。で、これ右側、こちらがまあ小学校。ほうほうほう。ね、ここにもあるんですけど、ここがですね。ズバリ、鎌倉幕府、ほう、最初に建てられた場所です。え、そうなんですか。そうです。ちょっとありがたいですね。頼朝政子の時代です。へえ。ここに最初建てられました。だからここで頼朝や政子は、ドラマの中でもありましたけど、うん、武士をこうたくさん呼んで、ね、退治したりとか、重要な拠点として使われていた場所です。まあ聖戦小学校というふうになっております。頼朝の墓、はい、ここか。結構遠いですね。確かに距離が、う、ね、うん、うん、ちょっとおさらいしていきましょう。はい、頼朝の人生を。階段登っていきたいと思うんですけど、はい、階段の段数、何段あると思います？何段？何だっけな、なんかあるんですよね、これね、はい、53歳？ 53? はい、そうです、53なんです。え、すごい、そうなんですね。そうです、ぴったり。亡くなった年？が年です。に合わせてる。合わせてる。すごい。ちょっと数えてみてください。あ、こっからなんだ。1、2、3、4、5。おお。53だ。おお。すごい。間違ってなかった。間違ってなかった。これ間違ってないと思う。何回も数えてみますか。53だ。すごい。おお。立派なお墓じちょっと歩いたところにまた、この吉時の、あ、この後ですね、まだね。あります。前は、ここあれですよ。本当に誰もいない。誰も来ることのない場所でしたからね。これも53段ですか？ここは、全然関係ないです。急なので気をつけてください。数えなくていい。傷跡。十字時の墓。そこにあったんですね。あったんです。
スマホで、はい、あの再現。ああ。AR。これで。はい。現れ。おお。でも画面にして立派な。すごい。立派な本気の。おお。アプリでかざすと、うん、こういう感じで復元されると。うん。そうです。仏様ですかね。え、すごい。おこれ住大江広元と島津貞志さんの墓がこの海南学校上にあります。へえ。結構急な。そうですね、あの時間もあるし、うん、こちらが三浦一族の三浦やぐらでございます。やぐら、やぐらの他ですね。楽しみ。ちなみにすぐ隣に実朝の墓もあります、ね、あ、そうなんですね。一緒のとこですね。一緒のとこです。へめっちゃ大変そうだけど、ね、いや、全然大丈夫。時給1500円いいな。